サブハー県は、リビア中部のフェザーン地方にある県。県とは、人口13万人のサブハーである。住民のエスニシティは、主に、アラブ人、ベドウィン、サブサハラアフリカの黒人の根血である。根血でない、それぞれの民族に所属する人々もいる。2007年以前のサブハー県サハラ砂漠の一部である、リビア砂漠の北西部に位置し、サブハー空軍基地がある。 北で、ワジアルシャーティー県、東で、ジュフラ県、南でムルズク県、西で、ワジアルハヤー県と隣接する。リビア南部で最大かつ最も重要な都市である。県とのサブハーには、国内線の小さな空港がある。観光地として、湧水が湖をなしたガベルーンのオアシスと、サブハー郊外のベドウィンの集落跡がある。ガベルーンオアシスリビア内戦では、最後まで、カダフィ軍が、 県の大部分と都市を掌握していた。2011年9月11日にリビア国民評議会がサブハーを接収した。サハライナンのアフリカ、マグリブ、ニジェールといったサヘル諸国から合法、非合法の旅客バスがサブハー県を通過する。その童貞では国境からサブハー市まで7日間かかる。 リビア砂漠を横断するため、国内で最も危険なバス路線の一つである。運転手は道を見失う危険性があり、そうなれば乗客はしばしば餓死する。ガーナや東ゴ、スーダンの人々もサブハーケンを通って、リビアに、あるいは、トリボリをはじめとする北アフリカの地中海港湾都市を経由してヨーロッパに出稼ぎに行く。ありがとうございます。